こんにちは、粟田洋介です。今日は冷蔵庫に貼ったりできるマグネットキャンバスを作ります。作り方はとても簡単で、小さいキャンバス、小さくなくてもいいんですけど、キャンバスをその大きさに切ってマグネットを貼るだけです。で、100円ショップでこんなのを見つけたんですけど、これはマグネットで後ろに両面テープがついていて、こう剥がしてペタッと貼るだけなんですね。普通のキャンバスシートでもいいんですけど、ロールキャンバスを、大きいキャンバスを切って使ってる人だったら、こういう余りが出てくる時ってありますよね。そういったものも活用できるので、とてもエコです。今日はこういう風に貼るんで、この部分だけ、こう切って貼っていきます。ここに貼るんですけど、その前にマグネットを切ります。両面テープのこの部分を剥がしてキャンバスを貼ります。ちょっとこういうところをきれいに切るのと、あとはこの両面テープ、ちょっとあんまり大きいのだと剥がれてきたりします。まあでもこの半分ぐらいの大きさだとテープが剥がれないでしっかりくっついています。あとはこうやってキャンバスをつけた状態で切った方が、仕上がりが、こういう端の仕上がりがきれいになります。ここのとこが綺麗に仕上がるってことですね。で、このとこもマグネットごと切っちゃうと、この裏からじゃなくてキャンバスのこの上から切った方が綺麗に切れると思います。こんな感じで2つのマグネットキャンバスができました。あとは絵を描いていきます。こんな感じで完成しました。でもう一個はこんな感じになりました。今日はこれキャンバスを貼ってアクリル絵の具で描いたんですけど、このマグネットに画用紙を貼れば水彩絵の具とか色鉛筆とか、まあいろんな画材で描くことができますよね。簡単なんで、よかったらぜひ作ってみてください。冷蔵庫とかに貼ると楽しいと思います。まあ冷蔵庫じゃなくてもマグネットがくっつくところに貼って楽しむことができます。ちょっとこうやって立てかけられるようなところに立てかけてもいいし、ミニリーゼルを使ってもいいし、もちろん額に入れることもできます。キャンバスじゃなくても紙とか木の板とか何貼ってもいいんですけど、まあよかったら作ってみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。